皆さんこんにちは。ゆっくりです。本日は、学生時代の奇妙な体験の一本をお送りいたします。どうぞゆっくり聞いていってください。語りましょう。奇妙な思い出とか何でも。高校時代はかっこいいと思って男なのに髪伸ばしてカチューシャつけてしかもやれやれケーキ取ってた。まあ確かに奇妙だけどな。そういう話か。よく深夜に学校のプールに忍び込んだもんだが、一度だけ誰かが泳いでる音がして、遠目に見ると人影が三つはあった。誰かが泳いでるなら、バレて怒られてもみんなで怒られれば怖くないかなと、俺も喜んで向かった。すぐに外で着替えてプールに向かった。着替えてる間も話し声と水の音は間違いなく聞こえていた。で、仲間に入れてもらおうと顔を出したら、プールは静まり返っていて誰もいない。あんなに水音がしていたのに、プールサイドに水滴もない。呆然としながらそそくさと着替えて帰ったわ。変な体験はあれ一度きり。誰も知らん奴が遊んでるところに混じれるお前がすごいわ。って言ってもまあガキだったしな。でもあれはさすがに怖かったわ。高校の頃その日一日何度水を飲んでも喉が渇いて渇いてたまらない日があった。休憩の度に水飲み場に行ってて、病気を疑うほどおかしかった。家に着く頃には収まってたけど、家に帰ってから母親にそのことをなんとなく話したら、実は母が買い物に行く時に道路で干からびた子猫の死体を見つけて、思わず手を合わせて拝んだそうだ。何か関係ありそうに思ってしまうけど、なぜ娘の私に。お前の母ちゃんは優しい人だけど、動物霊なんかは情けをかけるとついてくるというね。生き物といえば、小学校の頃に授業中にセミが窓から飛び込んできた。そのセミは教室中を飛び回った後で、教室の後ろのゴミ拾いのポスターに激突して死んだ。みんなが騒ぐ中、先生がそのセミをほうきで掃除してすぐに騒ぎは収まった。でもその次の授業で、今度はスズメが飛び込んできて、やはり同じように教室中を飛び回った後で、同じように教室の後ろのセミがぶつかったあのポスターに突っ込んで激突死した。さすがに今回はなかなか騒ぎは収まらず、中には泣き出す女子まで出てきて、先生もかなり戸惑っていたが、こういうこともあると、同じようにほうきとちりとりでスズメを回収して、校庭に埋めてくると教室から出て行った。一部のクラスメイトは呪いだなんだと騒いでいて、その日はその話題で持ちきりになった。だが放課後になって、一部の女子が青い顔をしてそのポスターの前に集まっているのを見かけた。自分は掃除のチェック係のために残っていたが、あまりに様子が変なので事情を聞いてみた。その女子たちが言うには、実は二日ほど前に放課後にこっくりさんをやり、後でまたやろうと、その紙をこっそり霊のポスターの裏に隠していたのだという。ただ今日の出来事で怖くなり、今もポスターの後ろにあるだろうこっくりさんの紙を回収できないのだそうだ。俺は事情を聞いた手前掘っておくわけにもいかず、正直かなり嫌だったが、自分が確認してやるといい、そのポスターをめくってみた。すると、確かにポスターの裏には白い紙がテープで貼ってあった。だが広げたその紙には、中央部分に赤いインクをこぼしたような鮮やかな赤が広がっていた。女子たちはそれを見るなり悲鳴を上げ、俺を置いて走って逃げてしまった。俺はかなり腹が立ったが、どうしようもないので、それを四つに折ると、クラスのゴミ箱に捨ててさっさと家に帰った。それ以降変なことは起きなかったが、あの鮮やかな赤色は今も覚えている。たとえ俺が女子たちに担がれたのだとしても、あのセミやスズメの激突は説明がつかないし、
やっぱり何かしらの超常現象が起きていたのだろうか。その女子たち腹立つな。お前らでなんとかせいや。こっくりさん、うちの学校では禁止になってたよ。何代か前の先輩がこっくりさんやってて急に暴れ出して、自分の左目をシャーペンでついたんだって。先輩の名前も知ってるけど、実際に会ったって子はいないからマジかわからないけど。学校が禁止にするのは霊現象云々よりそこからいじめにつながったり集団ノイローゼが起きたりするからだね。実際に集団失神事件とか起きてるし。私の学校でもこっくりさんに影響されておかしくなっちゃった子とかいたよ。生贄とか言ってペットショップで買ったネズミ解体したり、ケージがあったからって5日ぐらい全然ご飯食べなくなったりね。女子校だったけど、まあ元から少し変わった世間知らずの生意気なお嬢しかいなかったけどね。うちも女子校だったわ。女子校はリア充グループとオタクとオカルト好きとかに自然と分かれるよね。教師いじめとかあった。教師いじめはなかったけど序列は厳しいね。同級生の彼氏はみんな進学校の人たちばっかだったし、社会人もいたな。偏差値低い高校とかをバカにしてたわ。奇妙なことといえば、異常に化粧に執着する子がいて、授業中でも平気でリップとかグロスとか塗ってて、いくら先生に注意されてもやめないの。しまいには逆ギレしだして、自分の顔に赤いルージュ塗りたくって、先生に手鏡投げつけて教室出て行ってた。その時期って受験近かったし、今考えれば完全に受験の色褪せだよね。その子って別に成績悪いわけじゃないんだけど、その子のお姉ちゃんがマジで頭良くて、大学の卒業研究とかで宇宙の論文とかまとめたりしたらしい。で、その子も期待されてたって言えば聞こえはいいけど、要するに妥協は許されないって言えで、結局その後精神的に壊れちゃって、受験目前にして退学しちゃった。今どうしてるのか気にはなるけど、生きてればいいけどなぁ。うちも受験の時に追い詰められてたから気持ちわかるなぁ。ピークの時は勉強してても早く勉強しなきゃって気持ちが湧いてきて、頭の中がパニックになるんだよね。うちは心配した親に勉強しすぎだって逆に怒られたけど。俺男子校だったけど、女性教師に惚れて100通ぐらい手紙出したやつならいた。俺が理解できなかったのは、その相手の女性教師が50代の小太りのおばちゃん教師だったこと。そりゃ人の勝手だけどさ。うちの女子校にも40代ぐらいのおじさん教師に惚れる生徒いたよ。あとは驚愕の男の子に恋してる子が多かったかな。なんか驚愕の男の子って男子校の男の子に比べると色っぽさがあるからね。恋愛絡みといえば、高校時代に私は廊下側の席で、朝は少しドアを開けて首を出すと、担任が廊下から教室に来るのが見える。だからギリギリまで携帯いじっていたい子とかに、先生が廊下に来てないかって聞かれて、よく覗いていた。でもある日から、教室から廊下の先生を覗くと、先生の背後に女性がダブって見えることに気がついた。最初は薄い影みたいだったんだけど、何度も見るうちに、間違いなく女性の形になった。その人は髪の長い薄い紺のスーツを着た人で、先生におぶさっているというよりは、先生の真後ろに立ってるって感じでした。ああ、言い忘れたけど、担任は30代の男です。その女性の顔は見えないけど、本当に背後に重なるようにぴったりとくっついていた。そしていつも担任が教室に入るのと同時に消える。私も女がはっきり見えるようになってからは怖くなって、あんまり廊下を覗かなくなった。それから2ヶ月ぐらい経った頃だけど、うちの担任が急に飛ばされた。自分が聞いた話では、
別の学校の先生と不倫していたそうで、そのことが学校側にもバレて、異動という形に収まったと。まあ私にはその不倫相手が担任の後ろにいた女性かどうかはわかりようもないけど、私はなんとなくあの人なんだろうなと思ってます。教師間の不倫って多いよな。俺のところも同窓会開こうとしたら元担任が不倫で退職して連絡つかんかったわ。やっぱり閉ざされた職場ってどこか歪むんかな。昔町で小田切城見かけて、いろんな友達とかに連絡して友達呼びまくって、最終的に30人ぐらいで小田切の後つけてた。多分気づいてたと思うけど、最後にはタクシー使われてどっか行っちゃったよ。サインもらえばよかった。女子高生30人に追跡される小田切は草。また女子校の話で悪いけど、勘違い気味の男教師はいるよね。バレンタインなんて、普段お世話になってるからあげるだけで恋愛感情なんてないのがほとんどなのに、一人本気になっちゃった先生がいて。私のクラスの子だったんだけど、その子をひいきするだけならまだしも、その子の部活なんかにも関係ないのに応援に来たり、どこから聞き出したのか、誕生日に20万ぐらいするブランド物のカバンあげたりで、おかしなことになった事件あったよ。かわいそうなのは、その子も別に遊んでる系じゃなくて、すごく真面目な子だったから、変に贔屓されて困ってたし、部活の応援まで勝手に来られて本気で怖がってた。チョコだってクラスの全員からってことで、先生全員に渡したやつだし、たまたまその子がその教師に渡したってだけ。もちろんカバンは返したし、困るって何度も言ったらしいけどね。最終的には家に行くぞって脅されて、その子の親が学校に怒鳴り込んで事件になったよ。その先生は学校辞めていなくなったけど、その子の家族はマンションから引っ越すことにしたらしい。まあ住所も割れてるしね。たった一個のチョコでトラウマ体験はかわいそうだな。教師なんて高確率で若い子好きの野郎しかおらんからな。中学校の頃なんだが、その日は学校の美化運動の日で、学校内とか校庭とか、指定された場所をいくつかのグループで綺麗に掃除する行事があった。俺は班の人たちと校庭の隅のコンクリートで蓋されてる側溝みたいなところの担当だった。先生がコンクリートの蓋を次々持ち上げて、俺たちがシャベルやスコップで泥をさらうって感じだ。しばらくは問題なかったんだけど、ある地点まで来た時に、木の板みたいなものが泥と一緒にたくさん出てきた。それは木の板というには妙にすべすべしてて、掃除用の手袋越しにも何かの人工物だっていうのは分かった。とりあえず先生に言う前に、それを2、3個水道まで持って行って、表面を洗ってみた。そしたらそれ、位牌だったんだよ。指で表面をこすった時に金色の文字が見えて、あ、これ仏壇で見たことあるやつだって気がついた。真ん中で割れてるやつとか表面が剥げてるのも多くて、ちゃんと洗うまでわからなかった。低学年だった俺たちもこれはまずいって感じて、それを先生に見せたら、すぐに顔色が変わって、俺たちは別のところを掃除させられて、その側溝には次々に先生が集まってきてた。その後黒いビニールにまとめてたと思うけど、それをどうしたかはわからない。多分寺にでも持って行ったのか。あと、これを話すとなんか嘘くさくなるけど、うちの学校って近所で評判良くなかったんだよね。夜になると校庭で何人も人影がうろつくからって、防犯的な意味でよく苦情をもらってたそうだ。この話は同窓会で当時の先生から聞いた話だけど、位牌のことも含めて、なんか勘ぐっちゃうよね。
うちなんて校庭にあった古井戸から猫の骨が20体近く出てきたぞ。かなり重いコンクリートの蓋まであったのに。虐待してたのか知らんが、そこまでしてなんで井戸に捨てることに執着してたのかね。小5くらいの時にクラスの一人が親の仕事で転校した。結構クラスのイケてるグループのやつだったから何人かは大泣きしたりして、そいつとよく遊んでた男子とかは、みんなで使ってたサッカーボールとかプレゼントしてた。それが夏休み前だったんだけど、話は夏休みが終わってからなんだ。夏休み明けにみんなで思い出とかを話してたんだけど、その中に A と B ってやつがいて、そいつらが、夏休み中にあの転校していった S と一緒に遊んだと言ってた。S は遠くの県まで引っ越したはずだから、こっちに戻ってきてたのかとみんな驚いたんだけど、なぜか A と B の二人は、S が転校したことをすっかり忘れていた。二人とも送別会で S と握手までしてたのに。そのことを話すと、ようやく二人は S が転校したことを思い出したようだった。どうも、こちらに戻ってきた時に遊んだわけではなくて、別に普段通り S の住んでいる団地まで行き、いつものように河川敷でボールで遊んだという。しかもその時は珍しく S の父親もついてきて、写真を撮ってもらったり、帰りにジュースを買ってもらったりしたらしく、絶対に勘違いではないと、二人は向きになっていた。しかし二人ともその時点で S が転校していたことには納得しているようで、俺たちに嘘ではないと言いつつも、矛盾した自分たちの記憶についてはうまく説明ができないようで、本人たちも不思議がる始末だった。別に俺たちも二人を責めているわけではなかったが、二人の方がこの件をひどく気にしていた。すると、A の方が何かを思い出したようで、そうだ、写真だ、と大声を上げた。聞くと、あの時 S の父親に写真を撮ってもらったようで、後で家に送るからと、住所を聞かれていたそうだ。これで写真が来れば嘘でないことが証明できる。そう言って喜んでいた。早い話、S の家に電話すればいいのだが、なぜか誰もそれを提案しなかったし、試さなかった。少なくとも A と B は S の連絡先を知っていたはずなのだが、異様に写真を待つという行為に執着していた。みんななんとなく、ここまで来たら写真で解決したいと思ったんだろうか。自分でもこの時の心理状態をうまく説明できない。そして、写真は一週間ほどして、A の家に届いたようだった。俺たちはもうそんな話は忘れかけていたが、A と B にとっては、自分たちの不可解な記憶を確かめる大事なことだったんだろう。だが二人は写真が届いたというだけで、肝心の写真そのものを俺たちになかなか見せなかった。何を聞いても、いや、というだけだった。痺れを切らした奴が、半ば強引に写真を取り上げると、俺の前に三枚の写真が出てきた。それはかなり奇妙な写真だった。まず河川敷のような場所に人が三人写っているが、どれも妙にぼやけていて輪郭がはっきりしない。真ん中の一人は胴がねじれているように見えて、手足も細くてバラバラの方を向いている。右のやつもやはりぼやけており、顔は、まるで今全力で叩かれたみたいに口が横に伸びていた。そして顔以外はほぼ直立の姿勢で立っている。左のやつは大きく口を開けているが、それが笑顔なのかどうかもわからない。体は中途半端に万歳をしたように手を上げており、まるでキョンシーみたいなポーズに見える。ただ真ん中はともかく、左右の二人の服装はぼやけてよくわからないものの、色的に見て、A と B のよく着ている服のようにも見える。でも真ん中の一人は、とても S とは思えなかった。実はそいつだけ、
背が左右の人物の場合はあったからだ。残りの2枚の写真はただ真っ黒で、何度見ても何も写っていなかった。誰も何も言わない。俺もこんなものを見せられても何と言えばいいのかわからなくて、結局他のやつと同じようにただ無言で写真を見つめた。A と B は、ただ下を向いたまま目を見開いていた。その後はチャイムが鳴ってそれぞれ席に着いたはずだが、その後の二人の様子は、なぜかあんまり覚えていない。ただ俺はあの二人とはほとんど話さなくなった。俺が避けていたというより、あの二人がその頃から急に無口になったからだ。ほんの数秒見ただけなのに、あの写真は今でも簡単に思い出せる。写真はともかく、S は結局こっちに戻ってきてたの。それが結局わからない。これは学校側も知らなかったようだが、S の家はほぼ夜逃げだったようで、伝えられてた連絡先は普通だったそうだ。ニュースにならなかったから心中ではないと思うけど、その件については知りようがない。面白かった。こういう子供の頃の意味不明な話好きだお。勇気出してクラスの子に告白したが、少し考えさせて、と言われて20年経つこと。終わり。